っと太古の世界を抜け出せた。さあ、ナオト君、お菓子でも買いに行こうよ。まったく、ベッカム君はそればっかりだな。でも、ここもお店とか見当たらないけど。っていうか、これ街中の建物が破壊されている。お菓子は？おそらく魔界軍の仕業だろう。おのれ、魔界軍め。なんということだ、未来都市がこんなことになってるなんて。未来都市？この世界は私たちの未来の世界なんだ。またまた、崩れた街が未来のわけないじゃないか。未来って言ったら車が空をビュンビュン走ってたり、何でも売っているお店がいっぱいあったりするんじゃないの？それがないのが私たちの未来ってことなんだろう。え？これが僕たちの未来？そんな！あんまりだ！こんな未来楽しくないよ！ベッカム君。フェニックス、僕が魔界軍を倒せば未来を変えることはできるの？ああ、この町もきっと平和な町並みに戻すことができる。僕、必ず平和な世界を取り戻してみせるよ。木の下ベッカムを発見。おお、このロボットは破壊されないで無事だったんだね。一つでも未来っぽいものに会えてよかったよ。ベッカム、気をつけろ。そいつの六魔将の一人、サイクロプスだ。え？六魔将の中にはロボットもいるの？それじゃあ、町をこんな風に破壊したのもお前か？不要なものはプログラムに従い、すべて破壊する。おかげでアイスもジュースもたこ焼きもハンバーガーも買えないじゃないか。警告する、警告する。これより木下ベッカムを破壊する。望むところだ。今からごめんなさいしても許さないからな。ペンギンナンバーワンだよ。僕にかなうペンギンもロボットもいないのさ。こうなったら六魔将、6人まとめて相手になってやるぞ。もう六魔将は残り3人しかいないけどね。ベッカム、気を抜くな。ベッカム、サイクロプスはすんなり倒せたが、他の六魔将も簡単に倒せるとは限らないぞ。いやー、しかしサイプロックスはちょろかったな。サイプロックスではない、サイクロプスだ。あ、サイクロプスね。ま、どっちでもいいけど。ベッカム君、何か？サイクロプスが復活してるよ。ナオト君、サイクロプスじゃなくてサイプロックスでしょ。え、サイプロックスが復活？うお、サイコロプスが復活してる。だからそう言ってるだろ。
この程度の攻撃でサイクロプス倒すことできない。しつこいやつめ、何度復活しても同じだ。木下ベッカム、本当の勝負はお預けだ。こら、待て、逃げるのか。ノート君、追いかけよう。ベッカム、追う必要はない。奴はベッカムを狙っている。この世界にいる限り奴は必ず姿を現す。よし、サイコロンブス、次が勝負だ。だからサイクロポスね。で僕を呼ばないでくれるかな。そんなんじゃないよ。これを見て。これを、これは不思議な紋章じゃないか。ん？待ってよ。ナオト君の鼻の穴から不思議な紋章が出てきたってことは、まさかナオト君がこのステージの紋章版？ナオト君、勝負だ。鼻の穴から不思議な紋章が出てくるわけないだろ。ここに落ちてたんだよ。なんだ、そういうことならそう言ってよ。そう言ってたよ。ラッキー、今回は紋章版と戦わずに済んじゃった。だけどこんなところに誰が落としていったんだろう。その戦士の証は落としたのではない。ベッカム君、この声。え？木下ベッカムをおびき寄せるためにそこに置いておいたのだ。おお、また現れたな、サイコロステーキ。だからサイクロポスだって。まんまと引っかかったな、木下ベッカム。言っておくけど、引っかかったのは僕じゃない、ナオト君だ。まあ確かに拾ったのは僕だけど。サイコロなんとか、さっきの勝負の続きだ。よし来い。ファイト。フッ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 。Thank you.
何度戦っても負けないぞ。ベッカム、まだ油断はできないぞ。分かってるよ。今度はちゃんとかっこよくとどめを刺すからさ。行くぞ。これでおしまいだ。サイ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 クロプスだ。あ、そうそう、サイクロン。そんな、蘇っちゃったよ。ベッカム君がもたもたしてるからだろ。木下ベッカムの戦闘能力測定完了。しつこいやつめ。今とどめを刺そうと思ったのに。言ったはず。この程度の攻撃でサイクロプス倒すことできない。何度起き上がっても同じだ。勝負はまだつけない。やりたきゃ一人でやってろ。待て、今度は逃がさないぞ。待つんだベッカム。なんだよ、斉藤君が逃げちゃうじゃないか。斉藤君って誰だよ。不思議な紋章をここに忘れていく気か。あと一撃でとどめを刺せるかもしれないんだ。そんなの後で取りに来ればいいじゃないか。新たな紋章の力がサイクロプスを倒すのに役立つかもしれないぞ。そうだよベッカム君、絶対に敵を逃がさない力とか、何度も復活させない力かもしれないし。うわーい、どうしたのベッカム君。二段ジャンプができるようになったよ。新たな不思議な紋章の力ってそれ。ナオト君、まるで鳥になった気分だよ。っていうか、もともと鳥だけどね。はい。
Thank you.
やったーやったー、さすがベッカム君。オーライ。
Oh!
ここには誰もいないみたいだね。きっと僕の強さを知って最なんとかかんとかのやつ逃げていったんだね。ベッカム君、いい加減名前覚えたら。ここまで出かかってるんだけど、いつも忘れちゃうんだよね。なんだっけ、どうしても印象に残らないんだよね。名前も顔も存在も。ベッカム君ってば、敵とはいえそこまで言ったら失礼だよ。あ、名前思い出したよ、ナオト君だ。忘れてたのって僕の名前。それにしてもサイクロプスはどこへ行っちゃったんだろう。それはちゃんと覚えてるし。くっそー、あの時、名前を忘れなければとどめをさせていたのに。逃げてなどいない。ベッカム君、近くにいるみたいだよ、気をつけて。これまでの戦いは木下ベッカムの戦闘能力を計測するためのもの。本当の戦いはこれから。面白い、何度戦っても同じだ。昔からのことわざで、二度あることは三度あるって知らないのか。ベッカム君、そしたらまた逃げられちゃうけどね。姿を見せろ、今度こそ決着つけてやる。目の前をよく見てみろ。目の前って、上？
がサイクロプス本来の姿。木下ベッカム、覚悟しろ。でかい。ベッカムのデータ送信完了。これで終わりと思うな。やったー！今度こそ本当に本当にボスを倒したみたいだね。ノート君、まだわからないよ。さっきだってあんな巨大ロボに変身したんだ。また何に変身して復活するかわからないよ。今度は大丈夫だと思うけど。ほら、ナオト君、見て。え？なんだ、扉じゃないか。よかったね、ベッカム君。おのれ、巨大ロボの次は扉に変身したか。ちょっと、ベッカム君。今度こそ息の根を止めてやる。ああ、その扉は壊しちゃダメだって。その扉はボスを倒すといつも現れる扉じゃないか。あ、そういえばそうだったね。扉さん、この度は人違いとはいえとんだご無礼を。ごめんなさい。ベッカム君、扉相手に謝らなくても。お詫びの印と言ってはなんですが、こちらを。おお、ナオト君、この扉光ったよ。ベッカム君、扉のことちゃんと分かっているのかな。Oh, no.
あなたは伝説の七星のお方ですね。確かに私は伝説の七星火星のベッカムですが、何か？お迎えに上がりました。一緒に来てください。しかしご覧の通り、私はこの牢屋に閉じ込められております。ここから出ることはできません。こんなボロボロの牢屋なんて壊して出ちゃえばいいじゃないですか。いいえ、この牢屋は私たち七星の力を奪ってしまう不思議な牢屋です。内側からは開けることができないのです。内側からは？ってことは外側からなら開けられるんですね。僕はこの瞬間を待っていたんだ。今僕がその牢屋から出して差し上げます。私を助けていただけるのですか？ナオト君、僕にもようやく見せ場がやってきたよ。なるほど、外側からなら簡単に牢屋を開けられたぞ。ありがとうございます。おかげでこの牢屋から出ることができました。いいえ、礼には及びません。え？こら！今僕が助けてあげようとしていたのに、どうしてフェニックスが助けちゃうんだよ。まあまあ、無事に助け出せたんだからいいじゃないか。これですか？次の世界へと続く扉というのは本当に私が触れるだけで？どうせ僕じゃ開けられないんだから、ささっと開けちゃって。ベッカム、まだ気にしているのか？私が火星のベッカムを牢屋から助け出したことを。ベッカム君だって活躍してるじゃないか。これまでボスを倒したのも。不思議な紋章をゲットできたのもベッカム君のおかげだよ。やだな、二人とも。僕はそんなちっちゃな男じゃないよ。そうか、それならいいんだが。じゃあ私の足を踏むのはやめてもらえるかな。ごめんなさい。あの、その不思議な紋章とは戦士の証のことでは？戦士の証？そういえば六魔将たちもそう呼んでいたような。紋章のこと何か知っているんですか？いえ、ちょっと気になったもので。そんなことより先を急ぎましょう。これで扉は開きました。すでに流星のベッカムも力星のベッカムも魔界に向かっているのですね。では私もここから単独で魔界を目指します。他の七星たちによろしくお伝えください。